こんにちは。こんにちは。今日は森さんの新しく買った釣り道具の、商品紹介ってことで。そうですね、はい、今毎度おなじみ園児ヶ浜に来てるんですけど見ての通り、はい、ナブラとか全くないんで、はい、ちょっとこの空いた時間を利用して海でございます。ナブラ待ってる時間に、昨日届いた新商品なんで、はい、その商品説明とか、はい、RBB、サーフサポーターって言って、サポーター、こういうね腰ベルトみたいなところにやつに、ポケット、メインのポケットが2つついてて、その他プライヤーとかたくさん収納できるようになってるんで、これ一応これ自体単体ではサポーターなんですけど、ここにねライフジャケットつく設計になってるんで、そこにライフジャケットさえつければこれ一つで水辺に行けるっていう、結構に画期的な商品というか。いいですね。それぐらい、それ1個つけてもうすぐ走れるっていうのは、すぐ走れるとね楽ですよね。これに普段使ってるゲームベストなんですけど、やっぱりいろんな荷物入れると、ここの肩の部分に負担がかかってくるんで、割と長時間いると辛くなってくるんで、そういう経験あるんで気になって買ってみたんで、一応ねどれぐらいこの収納できるかっていうのを、そうですね、ゲームベスト の、ね、ボックスとか映して見ていこうかなと思います。はい、一応ねこれメインのポケットの右側なんですけど、結構大きいですよね。普段使ってるルアーケースがそんなに厚みのないタイプのやつなんで。あ、そうなんですか。はい、なんでこれ入れると多分結構余裕ありますね。あ、じゃあもうちょっと大きいんでもいけるっすね。入るかな。こっち、これそれとこの2つメインで使ってるんですけど、ボックス。あ、そういう2つ、いけ、2つは、あ、でも、あ、いけるっすね。あ、いったっすね。いけますね。いったっすね。パンパン。これはでもちょっと厳しいかも。ちょっと、もうすでにめっちゃ重たいんで。あ、一応、普段使ってる設定なんで、これひ、こっちに1つ。はい。これ反対。お、反対側も。反対側も。同じぐらいの大きさと思います。同じでしょうね、おそらく。入ります。で、ここはもう見ての通り、プライヤー、あ、プライヤー専用、専用。これ、これね、去年買ったんですけど、フィーモっていうサイトのプライヤーで多分3000円か4000円ぐらい。これも最悪っす。これ見てもらったら分かると思うんですけど、まだ1年も使ってないし、実際これで使ったのって数えるほどなんですけど、すでにもうずれてます、ここは。あ、先の方がですか。先の方がずれてるんで、ここがずれると作業するときにルアーについてるこういう丸いリングとかめちゃくちゃつかみにくくなるんですよ。あ、そうなんですか。でも実際つかめないに等しいレベルで、色がかっこいいんで買ったんですけど、もう本当に貧乏人の安物買いになりましたね。一応ね、他でもねこういうスノーピークのプライヤー持ってるんですけど、あ、それもかっこいいですね。なんかこれとかもう5年ぐらい、これは1万6000円とかしたんですけど、全くずれることなく、どんな力かけても映るかな。映るかな、この違い。あ、こっちほんま1年使ってないです。これ5年。あ、そっち5年。なんでこれずれてるんでつかめないんですよね、ほぼ。あ、そうなんですか。はい、なんでね、もうほんまにやめた方がいい。絶対買わない方がいいですね。でも一応まあ普段この色合いで考えて買った時なんで、白と黒とかで統一してるんですもんね、いつも。なんで、まあ一応ここ入れます。あ、入れました。はい、ちょっとムカついたんで言いたかった。こんな感じ。はい、であとは、このゲームベストについてる、まあメジャーとか、あとリーダー。あ、リーダー、これはここにしよう。この、メインのポケットの前のポケット。ああ、これ便利ですね。多分ここがメッシュになってるんで、なんか濡れ物とか入れても多分水落ちる。割と、ここの横はこのプライヤーの裏にもあるとこは、ちょっと携帯入れてみようかな。そうですね、チャックになってるし。チャックになってますね。入れて、ついてるのが、フィッシュグリップ。お、フィッシュグリップ、ボガグリップ。来ました。これいつも忘れる。いつも忘れる。ここにやって、これで持つと重いですね。やっぱこれが荷物そのままこっちに移してるんで。今でも、でも大体全部移ってます。全部移ってますね。
かつけてみるとどうすか。つけてる感じはやっぱり、うん、ゲームベストより全然楽です。やっぱ肩に負担が来ないんで。そうですね、動きやすそうですね。そうね、確かに。ちょっと動いてみます、ね、うん、おあ、わかりました。わかりました。あの結構強みにさっき調整して締めたんですけど、うん、やっぱり下にかかる力ってすごいんで、うん、なんかもうズボンもずれてきそうな、うん、あそんなに雰囲気がありますね。あ走ったらちょっと走らんでももうちょっと気になるかな。なんでね、多分シュワジギングには向いてないと思いますね。シュワジギングってこの遠くに飛ばすルアー飛ばすんで、ルアーとか自体単体で重たいんですよね、これ。なんでここに入るのは必然的に重くなるんで、確かに、あのやっぱりその下にかかる力っていうのが強くなるんで、うん、プラスこういう、フィッシュグリップとか、あそれも結構重いですもんね。重いんですよね。なんで、ライトゲーム、漁港とかでするメバルとかガシラのライトゲームとかだったらちょうどいいかなっていう感じですね。あんまり重装備で行くようなには向いてない。肩には向いてないと思いますね。一応このなんか商品紹介動画みたいなメーカーの見たんですけど、うん、まあ、これ一つでみたいな書いてたんですけど、ちょっとショアジギングには厳しいかなっていうのが本音ですね。まあ実際使っていってね、見ないとわかんないんで、またね、機会があればね、そうですね実際使ってみて、長時間つけてみて分かってくることもあると思うんで、ね、あると思うんで、そういうのができればいいかなと思います。あとね、この RBB、うん、はいはい、作ってるものって、うん、結構こういうディテールの部分、はいはい、こういう縫い目とかすごい壊れやすいというか、ほつれてくるんですか。ほつれてきたりとか破れやすいんですよね。僕もグローブ釣りの、うん、ここでカシャって止めるやつあるんですけど、はいはいはい、勝ったその日に外れたこととかもあるんで。その日にですか。多分ね、そういう思いされた方いると思います。強度がちょっと、強度っていうか、まあ、多分単純に品質が低いっていうんですかね。コスパはいいんですか。コスパはいい方だと思いますね。他にもいろいろ使ったことあると思うんですけど、そのグローブで初日に取れたのはここなんだけかな。なかなかないですよ、初日で。なかなかない。まあ、たまたま不良って、でも他もあるかな。割とコスパのいい感じのメーカー。今はね、そういうの実際に意見とか知りたいと思うんで、まあ、見た目は結構黒でかっこいいなと思ったんで。このサポーターにこういう荷物 この収納がついてるのは珍しいんですかね。珍しい気しますね。最近ちょこちょこ出てきてるかなって感じで。いろいろね、このサポーターだけあって後からオプションでつけるみたいなのもあるんですけど、うん、そうなると多分高くなったりとか、最終的に何がいいって何がいいなんかよくわからんかったりするんで、最初からこうやってついてる方がいいかなっていう。見た目的にはいいかなとは思うんですけど、あとは実際使ってみて、またプレビュー、そうですね、レビューで、できればいいかなと思います。はい、了解です。はい、じゃあまたそれでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。